おはようございます。今日もですね、良い花でお届けしているこちらの定期便についてご紹介していく今週の良い花のコーナーです。今週はちょっとですね、フローリストの二次さんがお休みをいただいておりますので、私がちょっと一人で解説させていただきます。よろしくお願いします。今週のテーマはですね、フリフリで華やかなトルコキキョウということでご紹介させていただきます。すごい可愛いです。トルコキキョウとケイトウとブルクマちゃんも入っちゃって、この写真で見るだけでもすごい可愛らしいセットなんですけれども、それぞれの花材についてはご覧の産地さんからお届けしております。良い花でも何度かご登場してくださってるような生産者さんも多いですけれども、本当に良い花のお花はですね、一つ一つ生産者さんにこだわってお届けしておりますので、ぜひこの産地さんにもね、ご注目いただければなと思います。一個一個ご紹介なんですけど、トルコキッキャーはですね、こちらのフリフリの可愛いですよね。ちなみにトルコキキョウとお名前なんですけど、なんとトルコ原産でもキキョウ科でもないというちょっと不思議なお名前らしいです。そして皆様ご存知、クルクマちゃんでございます。皆さん、先々週ぐらいに届いたクルクマちゃん、まだ元気でしょうか？結構この季節でも花持ちのいいお花ということで人気を集めているものです。ぜひお名前も覚えていってください。続いて、ケイトウ2種類、入れていただいております。実はケイトウの生産者さんも、良い花、お花の作り手ファンミーティングでご紹介させていただいたことがあるんですけども、私もちょっとその時初めて知ったお花なんですが、こんな感じでね、尻尾みたいにポンポンってなってる左側のシャロンのようなものから、こういう扇形のものまでね、結構いろんな種類があります。お庭のね、花壇に育てている方もよくお見かけするなと思いますので、鉢植えというか花壇にもね、人気のお花なのかなと思っております。今回は群馬県と埼玉県の方から系統をお届けしております。そしてこちら、ワックスフラワーアディですね。かわいいですよね。私結構こういう小さいお花がたくさん咲いてるもの好きなんですけれども、こちらはですね、ネイティブフラワーですとかワイルドフラワーと総称される最近人気の南半球原産の植物の一種だそうです。花にはですね、ワックスをかけたようなツヤがありまして、銅の質感があることからワックスフラワーとも呼ばれています。お花の形はどこか梅をね、思わせるような感じですけれども、実は葉っぱからは強いレモンの香りがして、ちょっと変わっているお花です。ワックスフラワーは木ですので、元気がないなと思ったら切り口にハサミで縦に割れ目を入れるか、ハサミの柄などの部分でトントンと潰して繊維を壊してからお水に戻してあげるのがおすすめです。そして最後のこちら、ティーツリーですけれども、ティーツリーはオーストラリア原産の太もも科の植物です。アロマオイルとしてとっても有名ですよね。皆さんもお名前知ってる方いらっしゃるんじゃないかなと思います。オーストラリアはですね、数メートルもの大木が見渡す限りの荒野に植えられているそうです。ティーツリーの名前は現地で健康茶として飲まれていたことに由来するんですけれども、オイルはその強い抗菌作用とか抗ウイルス効果によって世界中に幅広く利用されております。とっても爽やかな香りがするティーツリーの木ですが、実は関東以南でも栽培することができまして、時々市場とか園芸店でも見かけることがあるので、お庭にちょっとボリュームのある爽やかな庭木を置きたいなという方にはぜひおすすめです。ということで、今回のお花6種類ご紹介させていただきました。良い花のですね、インスタグラム、こちらでございます。良い花アンダーバーフラワーでアカウントをやっておりますので、ぜひなんか届いたお花とか、こんな感じで楽しんでるよっていうようなお写真とかもこちらでご紹介していただけると嬉しいです。ぜひタグ付けで投稿してみてください。あと、良い花の定期便ですね。こんな感じでですね、本当にフローリストの皆さんが毎週毎週皆様におすすめしたいお花をですね、厳選して選んでいただいております。良い花 .com のウェブサイトでぜひご覧になってみてください。はい、以上でした。ちょっと私の拙い説明でしたけれども、いかがでしたでしょうか。次回の定期便のテーマはネイティブフラワーをテーマにお届けする予定です。もう本当、インスタグラムとかでもね、皆さん飾られてるなというか、お部屋にたくさんこう引用されているなっていうのをよくお見かけしておりますので、そんな流行りのネイティブフラワーについて来週はお届けです。では来週も楽しみにしててください。
ありがとうございました。